It was 4:30 p.m. on May the 31st, 2022. It was when I was making a video diary. At the time, even in the first 5 minutes alone, a video camera was filming small UFOs flying around in my room more than 60 times. Immediately after I started shooting with the camera, I noticed that small UFOs were flying around. I'm showing you what happened at that time. Please watch the first 5 minutes of the video. This video is original as it is. I do not edit or process this part of 5 minute long video at all. The small UFOs I'm showing here are the same as the small UFOs that flew around in my room in November 2018, April and October 2020, and May and July 2021, which have determined them to be small UFOs. Those UFOs happened to be shot on my video camera, which I have often introduced you in the past. So this time, just yesterday, May the 31st, 2022, such small UFOs were shot on my video camera. I was a bit surprised to know that no sooner had I started shooting the video camera than a small UFO was shot on my camera. As I wrote here, the small UFOs were shot more than 60 times in total from the moment I started shooting during the following 5 minutes. First of all, I would like you to confirm how this incident happened to me. Since the movement is so quick and fast, then you are advised to see them in more detail by slowing down 1/4 playback speed. The verification of small UFOs shot in this camera on this day is to be done after the 5 minutes. And you can watch the video diary number 02091A on Hiroshi Hayashi's homepage or my website, for which I thank you very much. This video is about 40 minutes long in total, and you can see many more small UFOs in the video diary.2022年5月31日の午後4時30分頃のことです。私がビデオ日誌を制作している時のことです。その時、最初の5分間だけでも約60回以上小型の UFO が私の部屋の中を飛び回っている様子がビデオカメラに撮影されていました。カメラで撮影を始めたその直後から小型の UFO が飛び回っているのが分かりました。その時の様子を今皆さんにこうしてお見せしています。最初の5分間の動画をまずどうかご覧になってください。なお、この動画は元のオリジナルの動画そのままです。私の方でその動画に編集、加工など一切していません。なお、ここに私がお見せしている小型の UFO は2018年11月、2020年4月と10月、2021年5月と7月に私の部屋の中を飛び回った小型 UFO と同じものであると私は判断しています。それらの動画は
偶然私のビデオカメラに撮影されていました。またそれらの小型 UFO については皆さんに動画としてたびたび紹介してきました。で、今回つい昨日のことですが、つまり2020年5月31日このような小型 UFO が撮影されていました。今回の撮影で特徴的なことは、小型 UFO が集中的に多数撮影されていたという点です。ここにも書きましたように、撮影を始めたその瞬間からそれに続く5分間の間だけでも合計60回以上も小型 UFO が撮影されていました。まずその様子を皆さんにもしっかりと確認していただきたいと思います。動きが早いので YouTube でご覧になっている方は 0.25 つまり4分の1スロー再生速度にしていただくと、その様子をさらに詳細に見ていただくことができると思います。なお、この日動画に撮影された小型 UFO 群についての検証はその5分間の動画の後にします。なお、その問題のビデオ日誌ナンバー 02091A は林博のホームページの方でご覧いただけるようになっています。全体で40分ほどの動画ですが、その動画をご覧いただければさらに多くの小型 UFO を見ていただけます。広志林、浜松シティ、ジャパン。では検証を続けます。ビデオカメラをですねオンにした瞬間からすでにこの物体は
映り込んでいたということになります。でこの現象はですね、2021年5月の時もそうでした。3度ぐらいビデオカメラを撮り直したわけ、ビデオを撮り直したんですけども、もうその最初の1回目のもう初めからこのような物体が映り込んでいました。で今回もですね、こうしてノーカットで皆さんにご覧いただいてますけども、もうその画面の中にこうしたものが映り込んでいたということですね。そして、まあ、その画面の端から端まで行くのもありますけども、ほとんどはですね、途中から現れてまた途中で消えていくというような現象を見せています。あるいはモニター画面の中から出てきたのかもしれません。で今このような形でですね、ビデオ、まあ、でその指示通りするときにですね、このように、まあ、自分で合図しながらそして撮ったわけですけども、まあ、皆さんの中にはですね、多分誇りではないかというふうに思われる方も多いと思いますけど、この日はですね、まあ、南側ですね、向かって左側のですね、窓をですね、手前の方を10センチほど開けていました。大変いい素晴らしい日でしてね、風はほとんどありませんでした。まあ、そういう日だったんですね。で、埃であるならばですね、全体にその埃があちこちに現れるわけですけども、まあ、私はそうでないと判断しました。その理由はですね、これから皆さんにゆっくりと話したいと思います。まあ、物体によってはですね、真横あるいは上に向かって飛んでいるのもあるということです。これ全体に向かって右から左へ飛んでいるわけですね。この、まあ、現象はですね、今までのその現象と大変よく似ています。全体的には向かって右から左の方にその物体が移動しているということですね。で、まあ、いろいろと検証しているわけですけども、見たわけですけども、明度を上げたりコントラストを上げたりガンマを上げたり下げたりしていますけども、色にはですね、手をつけていません。例えばここに今薄い物体が飛んでますけども、拡大するとこのようになっています。球形と言ったらいいんでしょうか、円形というよりも球形だと思います。で、まあ、その 前回までの、ね、この物体は例えば机の中を通り過ぎたり、モニターから突然現れたり、あるいはモニターの中に消えたりというような現象を見せていたわけですけども、今回も私は同じ物体だと判断しています。まあ、同じって言いますかね、ということなんですね。でここで注意していただきたいことはですね、これは色を変えたわけじゃなくて、コントラストを上げてやや明るくしてなんですけども、緑色の物体であるということですね。で拡大して皆さんにご覧いただきます。で8分の1やそれがさらに2分の1スローにしたわけですね。そしてこの物体が映っていたわけですけども、やや緑っぽいところですね。これは2020年4月に映り込んだ物体と特徴を共通するものであるということになる、なります。でこの緑の、まあ、周りが白くて周り、まあ、中央がですね、緑の物体はですね、2019年の4月の岐阜海で現れた物体の、まあ、目撃者の証言と一致しています。つまりあの時のあの証言はですね、正しかった、あるいはまあ嘘ではない、少なくとも嘘ではなかった、もっと言えば本当であった、真実であったということになるというわけですね。それについての詳しい内容はですね、私のホームページの古代文明のところにすべて収録してありますから、ご覧になってください。ドーナツ型 UFO と私は判断しています。でさらに、まあ、奇妙な現象が続くわけですけども、でこの物体はどこを飛んでるかですけども、後から紹介しますけども、私とまあ、モニター画面の間を飛んでいる物体についてはですね、モニター画面がですね、ちょうど鏡の役目を果たしているということなんですね。その物体の反射光がですね、かすかですけども、そのモニター画面の中に映り込んでいるのもありました。で、今矢印をお見せしますけど、今度は下の方を見てください。これ水平に飛んでいるわけですよね。ゴミであるならば、あるいは埃であるならば、このような飛び方はしないということです。プレイバックしてます。リバースしてます。
もう一度見てください。そしてこれはどこからか空中から現れて、そして空中へ消えていくということですね。もう一つ注意していただきたいことはですね、この物体はですね、回転しているように見えます。今度は上から下へ行きますけども、これも回転しているように見えるわけですよね。明るくしてみましたけども、回転しているように見えます。この回転している様子はですね、やはり今までに私の部屋に現れた物体の特徴と一致しているということになります。でさらに1/2、まあ、全体で1/10スローにしてご覧いただきます。そして、まあ、回転しているがためなのか、それとも透明度が変わるためなのか分かりませんけれども、明るさが変わるという感じですね。そして左の下の方に流れていきます。回転しているように見えます。で拡大してみます。1/10スローです。何かしらこう小さな水晶玉のような感じをのような感じがします。水晶玉というのは光の方向に対して反対側が明るくなるという性質がありますけれども、この部屋には太陽光線は入っていませんでした。あの後半でね、あのカーテンの隙間から太陽光線が私の顔には当たりましたけどもね、このビデオダイアリーの50分近い、40分から50分のビデオダイアリーの後半部では太陽光線が私の顔に当たりましたけども、部屋の中には太陽光線は入っていません。で私自身はですね、目の前を飛んでいるはずなんですけども、全く気がつきませんでした。まあ、そのこうしたものがですね、目の前で光ったり飛んだりしていればですね、まあ、その点は私かなり無頓着な人間なもんですからね、気にしないで、まあ、日常生活を送っているということもあるわけですけども、こうしたものにはですね、全く気がつきませんでした。で最初の5分で60回ぐらい数えましたぐらいの場面で、その物体がですね、まあ、このような物体がですね、映り込んでいるのを確認しました。でそれ以後10分過ぎますと、まあ、数が少なくなってですね、その40分から50分のビデオ台の中ではあまりそのなってますか、最初の方でね、まあ、驚いたということもありまして、あまり注意してまだ見ていません。しかし最初の5分ぐらいのところで、まあ、集中的にこのような物体と言っていいだろうと思いますけども、そういうものが映り込んでいたということになります。でもう一度ここに注意していただきたいんですけども、このやはりこの椅子のって言いますかね、座席の後ろから現れて、顔の私のですね、向かって右側の左側面の顔に消えていくということはですね、今までに3回ありましたね。3回あって、これが今回4回目ということになります。今度は頭の中に消えるというよりも、頭の手前の方を通ってスーッと消えていったという感じがします。あるいは顔の中に、私はあの頬の中にね、消えていったというふうに判断しています。まあ、その今これご覧いただきますけども、頬の中に消えていったということですね。顔の前を横通り過ぎたということではないようです。私の左の頬ね、その中に入っていったという感じがします。つまりですね、こうした物体はですね、今までの検証の中でも証明しましたけれども、モニター画面を自由に通り抜ける、あるいはそのテーブルをですね、自由に通り抜ける、あるいは私の体を自由に通り抜けるというような、いわゆる、まあ、はっきり言えばエイリアンテクノロジーを持った物体であるということになると私は判断しています。でややこの辺りで物体の出現数が減りました。で今も言いましたように、いつもこうしたその動画ですよね、はその後で見て分かった、発見したということなんですよね。で何かしらその私今思い出しますとね、昨日、まあ、この動画を撮っている時に何か変な感じがするなというようなことはですね、どっかで思いましたけども、そうした思いというのはですね、まあ、時々誰にしもあるものではないでしょうかね。しかしその時は全く気がつかなかったということですね。で、まあ以前はですね、まあ、勉強会でこのような物体が現れた時にはですね、2018年の7月からずっと続けて
1、2、3、4、5、6回、6回現れたわけですけども、その時はですね、イキキ、火星人イキキの話をしている時に現れたということですね。ただ、2019年の9月はですね、最初から最後までイキキの話をしていましたから、まあ、イキキの話をしている時に現れたということではありません。で、もう一度別の場面で皆さんに見ていただきたい、ところがあります。ここですね。で、今ぼんやりとして映ってますけども、この物体が水平に動きを変えて、そしてやや動きを上に変えていくわけですよね。こういう物体も映り込んでいたわけですけども、このままではよくわかりませんので、まあ、もう一度見ていただきますけども、まあ、明度を変えてコントラストを上げたということですね。まあ、それ以外一切その、まあ、いわゆる色を加えたりというのは、まあ、編集はしていません。で、非常に透明感のある物体だということですよね。もう一度ご覧になってください。そしてよく見るとこう回転している感じがします。その回転している物体というのはですね、ISS から ISS で STS-80 ミッションですよね。あの宇宙スペースサタルコロンビアですね、1996年に撮影された、まあ、その当時は宇宙ボタルと言われていましたけれども、そこに映り込んでいた物体の様子と大変よく似ていると言いますか、私は同じであると判断しました。そして、今度はですね、ISS 第83、53回目、53回ミッションの時に、ISS 内部で撮られた物体とも特徴、性質、飛び方、感じが一致しています。その動画も別のところで紹介しています。まあ、そちらの方もですね、合わせてご覧いただくと分かります。今ちょっとね、見ていただけましたかね。いわゆる飛んでいるものは手前に飛んでるんですけども、その反射光のようなものがですね、モニター画面の方に映り込んでいるということですね。つまり手前の方をその物体が飛んでですね、今ちょうどそうですね、今平行して走っているの分かりますか。ここで A と A ダッシュを注意してください。それで A が左下に流れていくと A ダッシュも下に流れていく。すなわち A の方はですね、空中を飛んでいて、 A ダッシュの方はですね、その光を受けて反射している鏡のようにね、モニター画面が機能しているわけですけども、映り込んでいる物体ということになるわけです。つまりこの物体はですね、空中を確かに飛んでいたということになるのではないでしょうか。今上に現れたのはこれまた別の物体ということになります。まあ、こうした物体がですね、昨日2022年の5月31日に私のモニターに映り込んだということになります。これは先ほどお見せした画面のどういうわけかここに入ってますけども、まあ、ちょっと私の方の編集ミスかもしれません。ともかくも水平に飛んでやや情報に方向を変えているということになります。今回はですね、周囲の空間が歪むというような現象は私は、まあ、確認できませんでした。あるいは後方にね、光のパウダーをまき散らすというような現象は今回は確認できませんでした。もう少しね、別の角度から検証してみれば、そういった現象も現れるんじゃないかと考えています。ともかくもですね、昨日このような、まあ、UFO 群といったらいいのかな、それがですね、私の部屋を飛び回ったということになります。で、まあ、毎回言ってますかね、いつも、まあ、こういうことが立て続けにこのところ起きてまして、2022年の4月16日にはですね、直径が15センチから20センチほどのね、同じような物体が寝室の窓の外にホバリングしているという事件も起きています。その時は私とワイフがそれを目撃しています。とても静かで、まあ、ちょうど今ご覧いただいているような白い、私は見た瞬間、蛍光灯の光だというふうに思ったのを覚えています。まあ、そういうことが起きているわけです。その時はカメラがですね、カメラを横に置いといたんですけども、まあ、なんて言いますか、全然その写真を撮る気は起きませんでした。ただぼんやりと見ていて綺麗だなって、ワイフも全く同じように美しい光だというふうに、まあ、見とれていたと言いますかね。そのうち10分か15分している間に眠ってしまいました。時刻は午前4時です。それ以後もね、ほとんど毎晩のように午前4時ごろに目を覚まして窓の外を見たんですけども、同じような光がその外を飛んでいるのを見ることができませんでした。
それからちょうど1ヶ月と15日ですよね、昨日2022年の5月31日にこのような物体 を私の書斎でまたまたまたって、まあ、5回目になりますかね、これでね、6回目になりますね、に捉えることができました。私の率直な印象としては嬉しかったですと同時に、まあ、これを確認した後ですね、天の方に向かって何度も何度も感謝の祈りを捧げました。まあ、つまり大変素晴らしいものを見せていただいてありがとうございますという感謝の気持ちですね。と同時に、まあ、それはまだ公表する段階に来てませんけども、今また左の方に飛んできましたね。今年の2020年の1月から3月までにはですね、続けてほとんど毎朝ですけども、まあ、ある現象を経験させていただきました。ただそれはですね、まあ、今の段階では皆さんに公表できません。で、最後に一言、なぜ昨日この物体が現れたかについてはですね、実は理由が分かっています。しかしそれについてもですね、今しばらく公表するのを公開、まあ、公表ですよね、するのをお待ちください。まあ、時期が来て、その時が来たら皆さんにきちんと話ができるようにします。今右から左ずっと飛んできましたね。まあ、こうした今度はまた左上の方で飛んでいきます。で、全体に今まあ、このままではその緑っぽい様子をですね、見ることはできませんけれども、全体に緑っぽくて周りが白ということですね、いわゆるドーナツ型の UFO ということになるわけです。これは2019年の、4月です、9月ですね、9月に、まあ、その物体がですね、会場の前ですね、私の左右にですね、20分近くホバリングしているのをですね、私のワイフも含めて2人がですね、目撃しています。とても美しいコバルトブルーのグリーンだったというふうに2人の方は証言し、2人ともですね、別々に絵を描いてですね、私に見せてくれました。まあ、そうした事件の内容とも一致していくということですね。同時に形、光り方、様子がですね、1996年の、コロンビア号ミッションで SDS80 ミッションの中に映り込んでいた物体と一致します。それはまた別のところで紹介しますので、まあ、今日の、ね、動画の中で紹介しますので、またそちらの方をご覧になってください。
Thank you.